それでは今回は羽生結弦の言葉について解説していきたいと思います。羽生結弦さんの魂のメッセージの中から25個厳選して解説していきたいと思います。1個目、悔しさは僕にとって収穫でしかない。2017年9月、オータムクラシックのショートプログラムで112点というショートプログラム世界最高得点をマークしながら総合2位になっての言葉です。2個目、周りと一緒に流されちゃダメ。周りがやっていることの 1.2 倍やる、それか2倍やる、俺は3倍やる、だって3倍やったら絶対上手くなる。2019年の6月北海道のスケートリンクでフィギュアスケートを練習する子供たちに演技を披露してアドバイスした時の言葉です。3個目、壁の先には壁しかない。課題が克服できたら人間は欲深いものだからそれを超えようとする。僕は多分人一倍欲張り。2014年の12月の全日本選手権で3年連続3回目の優勝後、4回転をどう飛ぶかについて問われた時の言葉です。4個目、僕の場合は絶対リラックスしない。絶対勝つ、絶対負けたくないと思ってやる。そうすると大体集中できる。2019年の6月北海道のスケートリンクでフィギュアスケートを練習する子供たちに演技を披露して、その後の質問タイムで試合前の緊張を解消するために何かしていると聞かれアドバイスをした時の言葉です。5個目、夢を諦めない。いや、常に課題を持ち続ける。何歳になっても新たな課題をなんでできないんだろうって考えて克服し続けていきたいんです。20歳の誕生日直前にインタビューで答え語った20歳の約束についてです。6個目、今壁が見えている。その壁を乗り越えきれたらもっといい景色が見えるんじゃないかなと思ってもがこうと思う。2019年10月、グランプリシリーズスケートカナダで大会初優勝を果たしてファイナルを含む通算11勝目を挙げて新たな敵とも戦っていることを明かしました。7個目、向上心は持ち続けたい。そういうところは子供であり続けたい。2014年12月グランプリファイナル連覇後のコメントです。フリー本番直前に演技の構成を調整して4回転ジャンプを連続で成功させました。8個目、今の限界の先へと行けるよう練習していきます。2020年3月18日に開催予定だった世界選手権が中止になったことを受けて発表したコメントです。9個目、逆境は嫌いじゃない。弱いというのは強くなる可能性がある。2018年の2月、連覇がかかるオリンピックの開催を前に心境を語った時のコメントです。10個目、僕はアスリート、結果を求める、向上心を持つ、目標は常に一緒ではなく高くなっていく。2015年の4月有名になることについて葛藤があると語りながら発言した言葉です。11個目、すごい悔しい。でもこの悔しさは非常に前向きな悔しさ。一つとは言わず10個くらい皮が剥けたなと思えるくらいこの1ヶ月で追い込んでいきたい。2016年10月、オータムクラシックで優勝したけどフリー後半で連続ジャンプの最初の4回転が3回転となるなど納得のいく演技ができなかったことについて発言したコメントです。12個目、スポーツはとても残酷だと思います。一番努力したものが必ず一番の結果を出せるものではありません。しかし努力しなければ結果は決して残すことはできません。2014年の8月、光月スポーツ賞の表彰式でのスピーチでのコメントです。13個目、失敗があればあるほど悔しい気持ちがあってそれが成長につながると思っているので別に切り替えなくていい。悔しい気持ちがあるから明日ワクワクできる。2014年の4月世界対抗戦ショートプログラムで7位となった直後、同シーズン最後の演技となるフリーを翌日に控えて気持ちの持っていき方について問われてのコメントです。14個目、プライドを守るためにスケートをするのではなくスケートがジャンプが好きだから。2014年の12月全日本選手権優勝後に同年11月のグランプリシリーズ中国杯の練習中に衝突事故で怪我をして、続くグランプリシリーズ NHK 杯では納得いく演技ができなかったがそれでもリンクに立ち続けた理由についてコメントした言葉です。11個目、9歳で初めて全日本ノービスを優勝した時の自信しかない、自信の塊みたいな自分がいて、その時の自分にずっとお前まだまだだろって言われてる感じがしている。2019年の11月、グランプリシリーズ NHK 杯で優勝して初めて全日本ノービスを制した9歳の羽生結弦と戦っていることを明かしました。16個目、プレッシャーは期待された時の義務、自分はそれをエネルギーにしたい。2012年の12月のグランプリファイナル後に体調を崩して、その後臨んだ全日本選手権のショートプログラムで1位となった後に発表したコメントです。17個目、勝ち負けよりもどれだけ成長できるか、どんな経験ができるかなので。2013年の12月グランプリファイナルで世界選手権3連覇中のパトリック・チャンを抑え大会で初優勝しました。そのチャンへの意識を問われるとこう語りました。
18個目、結局自分の体は自分でしかわからないし、自分の疲れも自分でしかわからないし、自分のストレス具合だって自分しかわからないんです。2015年10月試合の直前までにコンディションを調整するコツについて語っています。19個目、ベッドのシーツ、枕など、そういったものはきれいにしてから出ている。荷物の整理とかしっかりきれいにしてから心残りがない状態で試合に行くということはしている。2018年の2月、試合前のルーティンについて語ったコメントです。20個目、誰に勝ちたいとかじゃなくて、己に勝った上で勝ちたい。2019年の3月の世界選手権に向けての心境を語りました。21個目、笑顔にはいろいろな効用があります。演技を見てくれる皆さんにも影響を与えるけれど、自分にも効果があります。笑っただけでも心が豊かになります。2016年のシーズン前に笑顔の効用について語ったことです。22個目、日本で世界中で応援してくれる皆さんの思いを背負って表彰台の真ん中に立てて嬉しかった。恩返しができたんじゃないかなと思う。2014年の2月、オリンピックで優勝後のコメントです。23個目、4回転半ジャンプに挑戦したい気持ちが強い。これから戦う上で自分の武器となる何かを付け加えなくてはいけない。新たな武器を作って令和に向けて頑張りたい。2019年の4月、令和に向けた意気込みはとの質問に答えたコメントです。24個目、悔しいって言っていてもしょうがない。これからの1分1秒をどう過ごすかを考えてやっていきたい。2019年12月のグランプリファイナル、フリーへの意気込みを語ってのコメントです。25個目、今まで通りと考えていた。今できることは今しかできない。今できることを精一杯やって、それを楽しみ感謝の気持ちを持ちながらやりたい。2014年12月のグランプリファイナル公式練習後、今大会でやろうと思っていることはと問われてのコメントです。それではまとめいきたいと思います。悔しさは僕にとって収穫でしかない。周りと一緒に流されちゃダメ。周りがやっていることの 1.2 倍やる、それか2倍やる、俺は3倍やる。だって3倍やったら絶対上手くなる。壁の先には壁しかない。課題が克服できたら、人間は欲深いものだから、それを超えようとする。僕は多分人一倍欲張り。僕の場合は絶対リラックスしない。絶対勝つ、絶対負けたくないと思ってやる。そうすると大体集中できる。夢は諦めない。いや、常に課題を持ち続ける。何歳になっても新たな課題を、なんでできないんだろうって考えて克服し続けていきたいんです。今壁が見えている。その壁を乗り越え切れたら、もっといい景色が見えるんじゃないかなと思ってもがこうと思う。向上心は持ち続けたい。そういうところは子供であり続けたい。今の限界の先へと行けるよう練習していきます。逆境は嫌いじゃない。弱いというのは強くなる可能性がある。僕はアスリート、結果を求める、向上心を持つ。目標は常に一緒ではなく高くなっていく。すごい悔しい。でもこの悔しさは非常に前向きな悔しさ。一つとは言わず10個くらい皮が剥けたなと思えるくらい、この1ヶ月で追い込んでいきたい。スポーツはとても残酷だと思います。一番努力したものが必ず一番の結果を出せるものではありません。しかし努力しなければ結果は決して残すことはできません。失敗があればあるほど悔しい気持ちがあって、それが成長につながると思っているので、別に切り替えなくていい。悔しい気持ちがあるから明日ワクワクできる。プライドを守るためにスケートをするのではなく、スケートがジャンプが好きだから。9歳で初めて全日本ノービスを優勝した時の自信しかない、自信の塊みたいな自分がいて、その時の自分にずっとお前まだまだだろって言われてる感じがしている。プレッシャーは期待された時の義務。自分はそれをエネルギーにしたい。勝ち負けよりもどれだけ成長できるか、どんな経験ができるかなので、結局自分の体は自分でしかわからないし、自分の疲れも自分でしかわからないし、自分のストレス具合だって自分しかわからないんです。ベッドのシーツ、枕など、そういったものはきれいにしてから出ている。荷物の整理とかしっかりきれいにしてから心残りがない状態で試合に行くということはしている。誰に勝ちたいとかじゃなくて、己に勝った上で勝ちたい。笑顔にはいろいろな効用があります。演技を見てくれる皆さんにも影響を与えるけれど、自分にも効果があります。笑っただけでも心が豊かになります。日本で世界中で応援してくれる皆さんの思いを背負って表彰台の真ん中に立てて嬉しかった。恩返しができたんじゃないかと思う。4回転半ジャンプに挑戦したい気持ちが強い。これから戦う上で自分の武器となる何かを付け加えなくてはいけない。新たな武器を作って令和に向けて頑張りたい。悔しいって言っていてもしょうがない。これからの1分1秒をどう過ごすかを考えてやっていきたい。今まで通りと考えていた。今できることは今しかできない。今できることを精一杯やって、それを楽しみ感謝の気持ちを持ちながらやりたい。他にも素晴らしい名言というのはたくさん詰まっているんで、本の方もぜひチェックしてみてください。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。
また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。